佐藤、はい、無事に終わりました自分が準備したもの、あとはここは絶対お伝えしたいところっていうのは伝えることもできて、で前回コンテスト、メッツさんのコンテストに出させていただいて、ちょっと不完全燃焼だったところも今日はもう楽しく、緊張もいい具合に緊張してできたので、すごく、まあ、自分の中では良かった、準備したものはできたから良かったなと思います。楽しくできたので良かったかなと思います。であとちょっとやっぱこう時間にちょっと時々追われてたりとかしたところもあったりしたので、そこはちょっと反復回数であったりっていうところは、もちろん現場でやるときはお客さん見ながらになると思うんですけど、そういうところも次回もしやる機会があればちゃんと計算してやっていけたらなと思いました。以上です。